ノクト、落ち着け。状況は分かった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。フロムトは帝国の最小が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても、連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。そっちは二人とも無事か。ああ。じゃあそっちに。くそ、また来た。片付けてから行く。 久しぶりだね。オロネオ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見たけば。宮殿までなら案内するよ。じゃあ、いろいろ聞かせてもらうわ。
あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえば、もう一人いたよね。ああ、でもちょっと、事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があるんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか？帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね、じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話で？列車、テートに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。あ、そう。運転、頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみろ。お前らはもう帝国軍じゃねえんだな。ああ、なんせ救援活動するには軍を抜けないと。お嬢が限界来ちゃってましたから、波に乗って。お嬢って誰？ああ、アラネア巡将です。あ、帝都も死骸だらけでしたから。クリスタルもずっと放置しちゃってるし、軍の中だって不平不満でいっぱいでしたよ。市民は無事なのか？みんな家にこもってる。ちゃんと生きてるのか、それとも戸を閉めたまま死んでるのか、ちょっと不明ですね。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。それじゃ、行っか。お、まあ、こっちもいろいろあってね。将軍は処刑、皇帝は病に伏せって、宰相がその後は文字通り好き放題してる。管理する人間が死んだり消えたりで、特にひどいのが死骸研究の崩壊かな。崩壊？まだ命令の入っていない魔導兵も、うちで捕らえていた死骸も今や野放し。死骸が増えたでしょ？帝国から来ていると。
そう、帝都から溢れてんの。おなじみの魔導兵もだけど、死骸たちの強さも前より増してる。とても今の帝国軍じゃ抑えられなくてね。昼が短くなってきてるせいもあって、死骸も好きに動けるみたいです。で、そこらをうろついてると。あんたたちから奪ったクリスタルも要塞内で厳重に保管しっぱなしでさ、国や町が良くなるなんて話もう覚えてるやつもいないんじゃない。まだもう少しここにいるんだろう。宮殿の人と話をしてきたらどうだ。ルナフレーナ様のことをお前に伝えたいという人もいるだろう。少し話してこいよ。またしばらく来られねえぞ。もしや、ノクティス様でいらっしゃいますか。ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。ブルーレ家、次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら。ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか。うん。ああ、何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも。指輪をノクティス様へ、私の代わりに。どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でも、もう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。
ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。レイブス様のお話ではプライナもあの場で命を落としたのだそうです。きっと最後までルナ・フレーナ様のおそばにいたかったんでしょうね。片割れを失ってアンブラも寂しがっているでしょう。ああ、でもアンブラは元気だ。ノクティス様、どうかご無事で。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ。本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。最初が皇帝にあれを奪わせたのは死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。王様が守ってきたっていうクリスタル、死骸に聞いても別に不思議じゃないよ。帝国が持ってたって仕方ないからね。使える人間が持ち帰るべきでしょ。ノクティス様。お？ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった。ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコしてノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。
その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスもカンナギとしてではない。大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナフレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。ノクティス様がかっこいいお兄さんでよかった。どうもな。夜はもう明けないのか。世界どうなってしまうんだ。信じられないわ、こんなの。世界はこのまま終わってしまうのかしら。ずっと暗いままですね。とうとう夜だけになっちまったか。申し訳ございませんが、すぐには無理です。いつまでこんな場所にいさせる気だ。どうせすぐ出発できない。皆さんが乗れる準備をしてるんです。お待ちください。俺は死にたくないんだよ。お気持ちはわかります。皆さん同じですよ。ジールの花が一面に咲いていた庭もすっかり焼けてしまいました。ルナフレーナ様が自らお世話もされて綺麗な花畑だったんですけどね。僕の家はで水陣見えなかった。ああ、やっぱり見間違いじゃなかったか。とんでもない旅になっちゃったよ。帝都に向かうのはもうやめだ。どうやって帰る。帰れんのかな。後で車掌に話を聞いてくるよ。ここにいる帝国軍が襲ってこないな。本当に大丈夫なのかな。あのアラネアって方、帝国の人でしょ。らしいわね。もう軍人じゃないそうだけど。ルナフレーナ様の演説をラジオで拝聴しました。あの広場は本来お式を挙げるはずだった場所ですよね。一体どんな思いでいらしたか。なんてこと。これからどうしたらいいの。どうしてこんなにひどいこと。帝都は大丈夫なの。宮殿はかなり損傷しているのか。だいぶひでえな。
避難してる人間も疲れ切った顔してる。あの宰相は一体何をしたいんだ。考えると大抵嫌がらせでしかねえ。邪魔ってほど邪魔もしねえ。プロンプトも多分生きてんだろうよ。ただ無事かどうかだな。だいぶ兄貴も苦しい立場だったみてえだな。しっかり話ができなかったのが悔やまれる。陛下の剣は帝国にあるのだろうか。持ち歩いてたやつが処刑されてるからな。宰相が絡んでなきゃいいが。しかしこれでフルーレ家は耐えちまったってことか。そういえばしばらくゲンティアナ様のお姿を見かけませんね。カンナギの血筋も途絶えてしまったし、こちらにいらっしゃる理由もない。もうテネブラへは誰も寄りつかない場所になるんでしょうね。こりゃやっぱりテートは無理だな。ああ、商売どころじゃないだろう。あっちは研究所がやばいらしいし。死骸だらけってのも本当かもな。イドラ皇帝はどこで何してんのかな。生きてんのかね。将軍も死んだろう。ルナ・フレーナ様。お家に帰りたいよ。我慢して。お家は壊れちゃったんだよ。怖いよ、ここにいたくない。おばあちゃんがいるから大丈夫だから。大丈夫だから、泣かなくていいんだよ。レイブス様は帝国の反逆者として処刑されるそうですよ。宮殿への襲撃もその見せしめなんでしょうかね。元気出して、きっと大丈夫よ。俺は何のためにここに来たんだ。俺はまだ彼女に一言も。大丈夫、彼女を信じて。後でもう一回帝国の人に聞いてみる。私も一緒に行ってあげるわ。教会は警戒を強めていると。今は学者の協力を得て細かく時間の変化を調べています。とはいえ通常よりも昼が伸びたという日は観測を始めて以来未だありません。夜の長さが不定だということを念頭に置いて外出には特に気をつけてください。あまり考えたくないですが、昼がなくなってしまう日が来るかもしれないということですね。いらっしゃい。今日はどうした？はいよ、ご注文は？また来てくれよ。
壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。そろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。テートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ。外は雪だ。中も冷えてきたか。標人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。テートに入る覚悟もしねえとな。渓谷を抜けたらテートだそうだ。ずいぶん近くまで来たな。ああ、どうした？そうか、わかった。
また止まりやがったな。すいません。お、どうした。今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。ぼんやりしてっと死ぬな。氷人の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。氷人の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと倒せ。ああ、終わらせるぞ。見当はついた。どうした？中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞイグニス。ああ。おい待て。この野郎。
待て。プロプトはまた会ったね。友達そこで倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けないと。ああ、さすがの冷たさだ。殺された時もそんな綺麗な顔だった。今こそ果たす。カンナギとの古き約束。ケンティアノ、あんたが。ノクティス、世界に光を。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただ住む近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて、起きろ。何があった？ノクタも。無事か。標人が来てた。まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。
もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる。誰が。プロンプト君ね。この先。先？テートグラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？んじゃ気をつけて。お友達が待ってる。Thank you.